おはようございます。礼です。7月15日、月曜日の今日は、盆、裏盆えです。祖先の礼を供養する行事。キュウリやナスで牛や馬の形を作り、お供えをします。月遅れの8月15日や旧暦7月15日に行う地方もあります。そして今日はね、中元にあたりますね。 半年生存の無事を祝い、祖先の霊を供養する日です。もともとは正月15日の上限、7月15日を中限、10月15日の下限を合わせて3元とする道教の習慣で、中国仏教ではこの日に祖霊を供養する裏本営を行ったということなんです。ちなみに日本ではね、江戸時代から商い先やお世話になった人らに 贈り物をするようになりました。そして今日はね、海の日です。1876年、明治9年の7月の20日、明治天皇が東北巡行を終え、船で横浜に着いたことから設けられた海の記念日。その後、1996年、平成8年に海の日として国民の祝日になりますが、2003年、平成15年からは、 祝日法の改正により、7月の第3月曜日となっています。海の恩恵に感謝するとともに、海洋国、日本の繁栄を願うのが、その趣旨です。そして今日ね、浦河夏いちごの日なんていうのがね、制定されております。牧場とサラブレッドで有名な北海道浦河町が制定、町の特産品である夏いちご品種鈴あかねを より多くの人に知ってもらうのが目的。浦川町の夏いちごはブランドいちごとして主に首都圏に出荷され、有名菓子メーカーやケーキ店で使用されています。日付は7と15で夏いちごと読む語呂合わせから来ております。この鈴茜ねは果実が柔らかく丸くてコロンとした形が特徴で濃い赤色をしているんです。いちご本来の香りと はっきりとした酸味があります。青果店などで多く使われている品種なんですが、市場ではあまり見かけない希少なイチゴなんです。酸味が強い品種ですので、生クリームやあんこなどと一緒に食べるのもおすすめです。そして今日ね、最後にご紹介する記念日が、ホッピーの日というのが制定されております。 クガを使った麦塩様清涼飲料水のホッピーを製造販売するホッピービバレッジ株式会社が制定。ホッピーは生よりうまいホッピービアと言われるほど70年にわたり多くのファンを獲得しているミキサードリンクの代表的存在です。日付は製造販売を開始した1948年昭和23年7月15日にちなんでということです。 ここでホッピーバレッジ株式会社代表取締役社長の石渡里皆さんのね、お話をちょっと引用させていただきます。彼女のね、三代目の社長さんなんですけれども、三代目拝命直前、高田の馬場にあるお取引様の社長様からいただいた貴重な言葉がある。それは人柄の良い商品を作りなさい、とのことだった。実はマーケティング戦略とか、 広告とか営業力は後付けな話だと考えている。ホッピービバレッジはおじい様もお父様もお人柄が良かった。だから人柄の良い社員が集まり、人柄の良い企業文化が生まれ育った。そこから作り出される商品も人柄が良い。だからホッピーはロングセラー商品になったんだと思う。だから石渡さん、あなたも 人柄の良い商品を作りなさい。人柄の良い商品を作るということは、あなた自身の人柄を磨き続けるということだよ。社長就任の鼻向けにとおっしゃって、私にくださったこれらの言葉は、今私の座右の銘となっている。この動画がね、何かのお役に立てれば幸いです。もしよろしければ、 高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしくださいね。では。